は僕らの無人島開拓。あらー、おっと失礼、理性が壊れました。今回は僕らの無人島開拓日記の総集編で使わせていただいたこちらのサムネのメイキングということで、おなじみの石野伊王さんに来ていただきました。どうもこのゲームの家系の制作者でもある伊王です。今回はこちらのサムネを書かせていただいたので、イラストの解説をさせていただきます。それじゃ早速行ってみよう。まずはラフです。あらー、今までナナモンさんのサムネには常にネタを入れてましたが、ネタ以外も見たいという方もいると思いますので、今回は動画の内容とはかけ離れますが、可愛さのみを考えたサムネを書かせていただきました。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。次に戦火です。ヨウムの内側の肌の線は若干赤め、マリサとレイムの肌の線は内側外側問わず赤めにしてみました。そして色塗りです。あらー、誰かこの親父つまみ出せ。今回は特に肌を強調させたかったので、今回の影は彩度を高めにしてみました。背景です。背景はマイクラ風の背景を描きました。背景はぼかしを入れるとキャラをはっきりさせることができる代わりに背景が安っぽくなりますが、今回の背景はもともと簡素に描いたので強めのぼかしを入れました。マリサとヨウムがレイムの手前にいることをより強調させるため、二人のサイズを大きくし、マリサの髪の毛やレイムのその他細かいところを調整しました。これで完成です。たまには今後もこういう可愛いイラストを描いていきたいですね。うっとー、たまんねーな、こんちくしょう。という感じでいかがだったでしょうか。やっぱり伊王さんは可愛いイラスト描かれるの天才ですね。今回もとても大満足ですよ。最後に私伊王について紹介させてください。普段私は自分のチャンネルで私が描いた東方イラストのタイムプラスやメイキング動画を投稿しています。伊王さんはツイッターやピクシブでも活動されてる方なんだよね。なのでこの動画の概要欄にそれぞれリンク貼っておくので、ぜひ見に行ってね。というわけでここまでのご視聴ありがとうございました。